ラジバックミニ。100円ショップダイソーでノート PC 用放熱スタンド買ってみました。パッケージはこんな感じ。これどこにもダイソーって書いてないんで、他でも売ってるかもしれません。はい、こんな感じ。ノートパソコン用のスタンドと言ってもこれドン、ただのこんな丸っこいスーパーボール、これが半分に割れて、はい、こんな感じ、こんな形になります。これをただパソコンの裏側に、はい、こんな感じ。これわかりますかね。こうやって設置することで約 2.4 センチ隙間ができます。これだけの傾斜ができるんで、タイピングもしやすくなります。僕のアイデアパッドスリム550、底面にスリットがあるんで排熱効果が期待できそうです。で、実は本当はこういうやつ、こういう本体に貼り付ける足をつけたかったんですけど、アイデアパッドの場合貼り付けるスペースにスリットが被ってしまうんですよ。でもこれなら、はい、こんな感じ、特に問題なさそうなんで大丈夫かと思います。で、使わない時はこうやってくっつけて、はい、こうやってボールにすることでコンパクトにできるとのことなんですけど、これ転がっていっちゃいますよね。なんでこれどっちかというとピラミッド型の三角錐を2つくっつけて、普段はキューブになる方が良かったんじゃないかと思ってます。でもこの傾斜角 2.4 センチは絶妙で気に入りました。よかったらこれダイソーさんで探してみてください。ではまた次回。